ごい一番にもうねキラさんたち来てくださいました。よろしくお願いします。ようこそファミリーエリアへ。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の塩川哲也でございます。国会です。経済産業省政府と東電追及の先頭に立つ経済産業委員会の委員として、先日も福島第一原発の現地調査に行ってまいりました。東電の広瀬社長も出てきて説明をしましたけれども、問題はタンクだけじゃありません。配管が張り巡らされています。その配管の汚染水対策はどうなっているのか、こういう質問に対し、配管から漏れた時にコンクリートの側溝で受けるようにしています。でもまだ途中です。こういう説明であります。さらには汚染の総量を前提にして対策を取っているんですか、こういう質問に広瀬社長はそういう対策は取っておりません、これが現状であります。広瀬さんはこの間もぐらたたき状態でした、こんな言い訳をしていましたが、これが皆さん、そもそも東電には汚染水問題、原発の問題、解決する能力がない、当事者能力がないということを自ら認めているようなものではないでしょうか。漁協の皆さん訴えておられました。総理大臣の何がコントロールされているのか、怒りの声が表明されている、これが皆さん国民の怒りの声ではないでしょうか。当事者能力がない、東電そのものに任せておくことができない、コスト優先安全軽視の仕組みとなっている政府の原子力損害賠償支援機構法のスキームが破綻をした、だからこそ東電そのものも破綻処理を行って、国がしっかりと責任を体制を作っていく、かかる経費については経営責任、株主責任、貸手責任などを問うていく、こういうことを通じて本当に解決のために全力を尽くす、海は決して汚さない、この基本原則で取り組んでいくために皆さんと一緒に全力で頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。平吉子です。塩川さんも福島行ったそうですが、昨日は安倍首相が福島行ったそうですね。なのにまた完全にブロックされているというわけのわからないことを言っていました。大体安倍首相は今の汚染の状況全体像を把握しているというのでしょうか。毎日のように1000トン近くもの地下水が流れ込んできていて、汚染水溜め込んでいるタンクは次から次へと壊れていて、そして台風でまた1000トンもの汚染水を海に流したっていうじゃないですか。なのに汚染の状況ちっとも測ってもいない、海の表面だけ測って影響はほとんどないなんていうような東電のあり方、許すわけにはいきません。こんなずさんな感じしかない東電は今すぐ破綻処理して、本当に国が責任持って汚染水対策するべきでしょう。安倍首相は福島の第一原発5、6号機廃炉と言いましたが、当然です。5、6号機だけじゃない、日本中の原発再稼働は今すぐやめる、そのために咲いている人員は汚染水の方に回すべきです。ぜひとも皆さん、この日本から原発なくすため、そして汚染水対策一刻も早くさせるため頑張って声上げましょう。ではコールします。再稼働反対、原発いらない、汚染水流すな、汚染水流すな。
リエリアにも来てくださいね、塩川さんも。はい、初めてでしたよね。ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ね、もう本当たくさんのいろんな方々が原発いらないの